光生命体を感知。
Mm-hmm.
言葉が上手になりましたね。でもまだ勉強は終わっていないじゃないですか。今日は植物の図鑑を読んで覚えるって約束でしたよね。あとはこれをパスカルのところに持っていけばいいんだな。聞こえますか、エイトゥーさん。ああ、ちょうどよかった。エイトゥーさん、頼まれていた素材は今。大変なんです、村人たちが。おい、パスカル、どうした？一体、何が？推測、貴重な情報源であるパスカルに問題が発生。推奨、パスカルの村の状態調査。言われなくても。生命体同士が共食いをしてる。ボット、パスカルは通信不能のため確認できず。エイトゥーさん、どうしたんだ。わかりません。いきなり一部の村人たちが暴走して仲間を襲い始めたのです。子供たちだけは別の場所にいましたのですが、他の村人は。このままだとお前も食われるぞ。ここは何とかするから先に逃げろ。エイトゥーさんは、こんな雑魚どもにやられるわけないだろ。さっさと行け。あ、はい。
で全部か。生き残っている機械生命体は存在しない。全て機能停止している。そうか。パスカル、聞こえるか。ああ、エートゥーさん、村は、村の皆はどうなりましたか。すまない、ダメだった。そんな。子供たちは大丈夫か。廃工場は土地に避難させています。分かった、ひとまずそっちに行く。Thank you.
毛の双子に言われてた資材が揃ったな。私に行くか。情報が必要だな。推奨パスカルたちの早急な安全確保。そんなに急がせるな。各地のポッドネットワークから情報を入手。お前たちに仲間がいるのか。皇帝、本工場廃墟に多数の機械生命体が集結しているとの情報ある。なんだって。この部屋に入られる前に叩き潰す。私も援護します。あいつらを叩き潰してぶっ殺します。一体どうして私たちが狙われるんでしょう。考えるのは後回しだ。今のとりあえずこいつらを倒さないと。
赤毛の双子に言われてた資材が揃ったな。私に行くか。お前たち、なんだ？助かる！ああ、エースさん！敵の動員と本施設への侵入を。この部屋に入られる前に。叩き潰す。私も援護します。あいつらを叩き潰してぶっ殺します。
ああ、助かった。子供たちが心配です。部屋に戻りましょう。自分たちのコアを、これは自殺。こんなことになるなんて。なんでこんなことに。私は様々な感情と知識をこの子たちに教えてきました。それが将来の役に立つと思って。知識を与えるだけでなんで自殺を。恐怖です。恐怖。私はこの子たちに怖いという感情を教えたのです。恐怖を知らなければ無謀なことで命を落としてしまいます。でもその恐怖に押しつぶされて自らの命を。私の記憶を消去していただけないでしょうか。さもなくば私を殺してください。確認、ハッキングによる記憶回路の切断を実行。確認、ハッキングによる記憶回路。確認、ハッキングによる記憶回路。ポット、パスカルの記憶を。了解、記憶消去プロセス開始。記憶消去終了。再起動タイマーをセット完了。パスカル。
気がついたみたいよ、デボル。おはよう。よく寝たな、ナインエス。つけてきた私に感謝しろよ。トゥービーは、お前の方がよく知ってるだろう。ブラックボックス信号も切れている。そう。デボル、ポポルタイプのアンドロイドは治療、メンテナンスに特化した希少なモデル。バンカーなき今、彼女たちがいなければナインエスの修理補修は厳しいと予測。推奨、感謝の言葉。私たちのタイプは昔は大勢いたんだ。何でも大規模システムの管理を任されていたらしい。らしいってどういうこと？当時の記録は消去されてるから何があったかわからない。私たちのモデルは過去に暴走し事故を起こしてる。同系機は事故後にほとんど処理された。私たちが処分されていないのは再び暴走しないようにサンプルとして監視されるためなの。でもおかげでこうやって仲間を助けることができる。それが私たちが犯した罪への償いだと思ってる。あまり無理しないでね、ナインエス。あまり無理しないで、あまり無理しないでね。見つけてきた私に感謝しろよ。報告。アクセスポイントから。なんだこれは。地下空間より出現した巨大構造物、機械生命体の手によるものと考えられるが、詳細は不明。巨大構造物中央部から地上へ伸びている部分に移動構造物を確認。エレベーターか。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。疑問、機械生命体がこのようなアナウンスを行う理由。奴らのやることに理由なんかないさ。物体の場所を通知。ふざけやがって。ポット、僕が寝てた間の状況報告。報告、先ほどアクセスした巨大構造物について機械生命体に由来すると考えられるが、詳細は不明。また構造物から射出された大型ユニットが数箇所にあることが判明している。大型ユニット、先ほど目的地としてマークされた物体、自称資源回収ユニットと予測。ユニットの目的は不明。 A2 は現在位置、戦士ともに不明。分かった、その大型ユニットの位置をマーク。目的の提示、機械生命体の殲滅。予算待機地バンカーな。たくさん落ちているが、2つ目だけではもっといるのでさ。
なんて書いてあるんだ。電子文字と呼ばれる旧時代の特殊な文字、肉の箱という文章。なんだそれ。この建物全体、内部まで機械でできてるのか。報告。機械の機能とは関係ない無意味な部品を多数確認。そうした部品が使用されている理由は不明。やつらのやることに意味なんてない。
許さん！デボルたちに依頼されていた資材が揃ったな。なんて書いてあるんだ。天使文字と呼ばれる旧時代の特殊な文字、肉の箱という文章。なんだそれ。この建物全体、内部まで機械でできてるのか。報告、機械の機能とは関係ない無意味な部品を多数確認。そうした部品が使用されている理由は不明。奴らのやることに意味。
デボルたちに依頼されていた資材が揃ったの。Thank you.
大型ユニットからの大量の蒸気発生を確認。蒸気？一体何のために？不明。なんて書いてあるんだ。天使文字と呼ばれる旧時代の特殊な文字、肉の箱という文章。なんだそれ。この建物全体、内部まで機械でできてるのか。報告。機能とは関係ない無意味な部品を多数確認。そうした部品が使用されている理由は不明。やつらのやることに意味なんてない。
切許さん。エネルギー収束、近接射撃モード、最大出力 9S 発射。警告、 9S のバイタルに異変を感知、推奨早急なデータオーバーホール。他の大型ユニットの位置を検索。さっさと認証キーを集めて塔を破壊しないと。警告、バイタルに異変を抱えたままの戦闘継続は危険。いいから検索しろ。アクセス可能な位置に稼働中の敵大型ユニットを確認。マップにユニットの場所をマーク。
何か書いてあるな。魂の箱と記載。システムプロテクトを解除しないとコアまでたどり着けない、そういう仕組みか。この階のブロック装置は2箇所。提案、全てのブロック装置をハッキング。
射出。あのでかい構造物は何かの発射台なんだ。あれだけの施設、宇宙に向けて。まさか月面の人類サーバーを狙った。大砲。情報不足のため否定も肯定も不可能。くそ。
あれ、なんだこれ。体が、これは僕の記憶。どうして、そうか、 9S がそんな状態に。 9S の精神状態は危険な状態に達しつつある。早急な対処が必要だ。 A2 に随行していて気づいたのだが、適正機械生命体感で情報が共有され始めているようだ。それは調査が必要だな。データを共有するので、そちら側でも注意してほしい。了解した。別件だが、9S について報告がある。なんだ？データを共有するが、心理状態の悪化がかなり深刻だ。こちらも早急に対応が必要だ。同意。だが、対処方法が不明。同意。推奨。データのチェックや
メンテナンスを兼ねた休息。同意。では早速提案する。おっと、次のユニットの場所は。報告、 NFCS の故障。推測、激しい戦闘とメンテナンス不足によるもの。 NFCS、 近距離攻撃管理システム。推奨、レジスタンスキャンプでのオーバーホール。そんな時間ない。予測、すでに抜刀すらできなくなっている状態で戦闘行為に臨むのは自殺行為。レジスタンスキャンプのレボルが修理可能。送信記録からレジスタンスは後退しつつ戦闘を行っていた模様。最終送信元の座標解析終了。ま、よし。その傷。戦闘により負傷。 NFCS が機能していない。よくそんな状態でここまで来られたな。調整に時間がかかる。ちょっと待っててくれ。ひどい、運動やが虫食いだらけになってる。これじゃあ歩くのも大変だったでしょ。さあ、修理は終わったぞ。それを望んじゃいないだろうしな。分かってる。Thank you.
ポッド、次のユニットの場所を地図にマーク。了解。